医療法人社団緑光会武藤歯科医院は、相鉄線緑園都市駅目の前にある予防中心の歯科医院です。当院は今年で開業30周年を迎え、現在ユニット9台、スタッフ総勢33名で地域の患者様のお口の健康をお守りしています。当院のコンセプトですが、明るく元気に前向きに楽しくをモットーに、何でも相談できるお口のホームドクターを目指しています。歯科衛生士は全員で15名在籍し、医院の主役となって患者様への口腔ケアと予防の重要性をお伝えしています。診療中はスタッフと患者さんとの間で笑い声が絶えず、いつも明るく和やかな雰囲気で診療をしています。またスタッフの皆さんが安心して働いていただけるよう、労務の専門家でもある社労士にもアドバイスをもらい、法律を遵守した就業規則を定めています。有給休暇の消化、法令にのっとった残業代の支給、社会保険の加入など、コンプライアンスを重視した院経営を行っています。新人さんが入職した際には、教育担当が優しく丁寧に仕事を教えしますので、キャリアが浅かったりブランクが長くても安心してご勤務いただくことができます。医院見学も大歓迎ですので、ぜひ一度武藤歯科医院の雰囲気を味わってみてください。武藤歯科医院の公式サイトや求人サイトにも詳しい情報が載っていますので、ぜひご覧になってみてください。